それでは足し算引き算のまとめをやっていきたいと思います。今までの動画シリーズ1,2,3 の足し算ブルー、引き算グリーン、このあたりをしっかり見てきていただければもう十分このあたりの計算はできると思います。例えば忘れてしまったとか、もう一度復習したい場合にはまたシリーズ1,2,3、あとは指使いの動画なんかも上げてありますので、そのあたりをしっかりもう一度見直してもらえばいつでもできると思いますので、復習予習しておいてください。それではまとめの計算をしていきたいと思います。69もう、大丈夫、置けると思います。定位点、1の位が定位点の来るように大きい方からですね、10の位大きい方から69と足します。足したり引いたりしたら下げます。次23を引くんですね、引きます。まず大きい方ですから2引くところ、しっかり指を押さえてみましょう。引くところにしっかり指を押さえます。2を引くんですね、1しかありませんので、困りました。ただ上の部屋、5の部屋が閉まっているので引けるんだ。6から2を引きます。そう、4に変身ですね。引くときは下から上です。あとは3はしっかり引けるので人差し指、こちらですね、引くときは必ず人差し指しか使いません、しっかり人差し指しか使わないので覚えておいてください。指使いの動画なんかも復習しておいてください。3を引きます。足したり引いたりしたらそろばんを下げます。次に45を足します。まず大きい方ですから指を押さえてここに4を足すんですね、下空いてないんですけども5の部屋が空いてます。5の部屋が空いてるときは5よりも小さい数字は足せるんです。変身ですね。そろばんの4に4を足します。そう、8に変身です。8の形に足すときは上から下、変身です。次5ですね。5、これは足せないので、足せないときは友達を引いて10を足すでした。5の友達は5なので5を引いて10を足すです。足したら下げます。次に80ですね。80足します。また足すところにしっかり指を置いてここに8を足すです。8足せないので、足せないときは先ほどと一緒、友達を引いて10を足すです。8の友達は2なので2を引いて指の隣が10だと思ってください。必ず指のところが1の位、指の隣は10の位です。8を引いて10を足します。終わったら下げます。引きます。引くですね。70引くところ、しっかり指を置いてください。7引きます。しっかり引けますね。引けます。次2引くところですね。2、1しかありませんので引けません。引けないときは10を引いて友達を足すです。さあ10を引く、お、ここに10がないので、1が引けない、ここの10ですね、1が引けないので10を引いて9を足して、これで10が引けました。さあ友達を足します。2の友達は8です。8を足します。答えは99です。はい、80足します。足したら下げます。次26ですね。大きい方から20、ここに2を足します。2足せません。足せないときは2の友達の8を引いて指の隣が10だと思ってください。指の隣が10、8を引いて10を足すです。6はすぐ足せます。足したら下げます。30足すところ指を押さえてください。3すぐ足せます。次9足すところ指を置いてください。9足せないので、足せないときは友達、9の友達の1を引いて隣の10を足すです。足したら下げます。引くですね。40まず引きます。40引くところに指を押さえて4は引けます。次7ですね。5しかありませんので引けません。引けないときは10を引いてから友達を足すです。横見てください。10引けません。10がないので、ここから1を引くのと一緒です。1引けないときは10を引いて9を出す。これで10が引けました。友達を足すです。3を足します。終わったら下げます。さあ、51です。しっかり引くところに指を押さえてください。5を引きます。1、引けます。1を引きます。答えは47です。
Thank you.